パピルサグがいるのよね。なんかすげえっすね。さっき外から見た感じだと雲の上まで届いてそうっす。はあ、せいぜい100回行くか行かないかでしょ。雲の上なんてまた大げさな。100回？どうやって作ったんだ。さあな。でも聞いた話だと昔はこういうやつがゴロゴロしていたらしいぜ。うん、ゴロンゴロンしてた。こんな建物ばかりじゃ空が見えないわね。だよな。見えないということはなかったな。狭くは感じたが。そうか、お前らがこういうと見慣れてるってことは、ここは負の時代の建造物ってことかもな。ちょっと興味湧いちゃうな俺。お前こういう遺跡みたいなのが好きなのか。てか負の時代に興味があるんだよね俺って。ほら知性派だから。またまたご冗談を。兄貴、あいつがいじめるっす。いいじゃねえか、似た者同士でじゃれ合ってりゃ。似てませんよ。わっ、天井が落ちちゃってるじゃん。危ない危ない。頭上に注意か。違うだろう。え、我らは上界に向かうのだ。次に用心せねばならんのは。あ、床だ。急に崩れやしないだろうが、瓦礫で道が塞がれてるみたいだしな。ああ、これは面倒なことになるだろう。邪魔な瓦礫は勇者の拳で粉砕してやるけどね。勢い余って我らの足場まで崩してくれるなよ。
イーサの子か。俺のロゴスを求めに来たか。そうだ、あんたのロゴスを俺に貸してくれ。俺は生きることに飽きている。ただここで静かに眠りたい。俺を怠惰な眠りから引きずり出したいなら力ずくで来るのだな。ひぃた戦えってことすかね。ここで逃げたら勇者が廃る。我が剣はお前のために。だらだら寝たいのはこっちも同じ。一人だけ楽しようなんざ虫がいいんじゃねえの、パピーちゃん。ラルク、戦いましょう。よし、行くぜパピルサグ。よかろう。この俺を目覚めさせようというのか。また一歩進んだんだよ。仕方あるまい、我が天意のロゴスを与えよう。兄貴、やったっすね。残り3体、この調子で頑張ろう。階段を登ってご苦労様。ディノス、敵とはいえ相手を愚弄するような発言はアルス様の品位を下げる。ラルク、パピルサグの契約は済ませたよ。敵意だけって目じゃないわね。親友に幼馴染がいたらそうなっちゃうのかしら。ラルク、アデル、あなたの首を私にちょうだい。アデル、やめなさい。離して、ラルクを私だけのものにするの。ラルクを傷つけさせたりしない。何よあんたなんか。アデル、パピルサグが自分の住処でイーサのこの血を流すのは嫌だと言っている。それに僕はまだラルクがリアルの定理を選んでくれることを信じたい。アルスはいつもそうやって逃げるんだわ。アデール様、行こう。次の契約はもうちょっと頑張ってね、ラルク。ラルク、俺たちも行こう。次こそは俺が。